今シーズンの振り返りということで、前回と同じゲスト、なんと佐藤康さんに話してもらいたいと思います。お願いします。お願いします。まずは今シーズン最も印象に残った試合からちょっと一人ずつ聞いてみたいなと思います。どうぞ。はい、僕はやっぱり、11月末にやった初期戦、はい、初期戦原田さんの会場で、はい、もう、まあ、まずお客さん良かったですね。もうかなり入場、試合開始前から長蛇の列ができてたって聞いてたし、で実際にこう1万5000人オーバーのお客さんが来てて、なんか久しぶりにあんな感じのところでやったなっていう感じで、結構本当にそれだけでもこう試合に出る価値あったしだなと。羨ましかったですよ。で、まあ、その中でプレーさせてもらって、まあ、やっぱ大正初期去年、まあ、その前のシーズンのトップリーグから降格してきたチームで、やっぱり力としては我々ライナーズの方がチャレンジャーっていう立ち位置からスタートして、でそこに対してしっかりと自分たちのラグビーをして勝ち切るっていうのは、チームとしてもすごい良かったなって思うし、個人的にもあの舞台で自分のプレーを出すかっていうのはすごい自分のそのシーズンのステップアップになった試合かなと。いいプレーできました。いいプレーはできたと思う。ちょっとまあコミュニケーションで抜かれるところはあったんやけども、まあでも、準備したことをできたっていうのが、準備してきたことをするっていうことがやっぱりいいプレーだと思うんで、それはまあできたかなと。僕はやっぱりコカ・コーラ戦ですね。コカ・コーラ戦、福岡で、はい、あった試合なんですけど、まあでも福岡であったにもかかわらずたくさんの応援来てくれた人とかいたんで嬉しかったですね。でライナーズとしてもやっぱり大事な試合っていうふうに掲げていって、ピークでね、ピークでやってたんで、そこに合わせてしっかり準備して、内容的にはやっぱり厳しいというかしんどかった試合だったんですけど、ああ最後勝ち切ったというところで、やっぱチームとしてもすごく成長できた試合なんじゃないかなと思います。このシーズン一番きつかったのがコーラ戦ですか。うん、そうです。僕の中ではコーラが一番きつかった。コーラがきつかったかな。バンクスの選手ほとんど足つってたんで、そう、あんな上も誰が変える、誰を変えるかみたいな、多分みんな足つってるって言ってたし、最初セミシが変わったかな。そうです、セミシが変わったんですけど、でまたコーラもその1ヶ月前ぐらいに、え、1ヶ月半ぐらい前に練習試合で後半逆転負け、そうでしたね、負けましてるし、そういう、まあ、やっぱり印象もあったから、その後半ちょっと悪い流れの時あったよな、ちょっと取られて、僕らが最初2本取って言いながらやったんですけど、途中コーラに2本取られて、ちょっと悪い流れの時があって、まあ、しんどい時間帯に自分らでしっかり流れをもう一回引き戻すかっていうのは、ああ、いい試合でした。いい試合だった。まあ、しんどかった。ジョッシュも映ってたし、こういったやつに映ってたし、パティも映ってましたね。パティも映ってたな。クエイドも映ってたな。クエイドは確か映ってなかったです。でもクエイド変わった。クエイド変わりました。ノブと。ノブです。ライアンも。ライアン、まだいけたかもしれない。ライアン、どこでもいけそうだもんな。どこでもいけますよ。あのフィジカルだったら。ライアンはセンターが嫌って言う。あ、そう。ブレイクダウン嫌いらしいです。どこからだ言ってんの。そうなの。ブレイクダウン嫌いらしいです。結構たまになんかかけてんで。めちゃめちゃ行きますよね。ボールポジション決まってる状態でも。かけてるライアンよ。センター、ウィングはでもできる。ウィングはできるって言いました。確実にできる。ウィングは。できるもんなんですか。ウィング急に入って。あ、ウィングしょ。いや、ウィングです。ウィング、俺ウィングや。と立場としてはできへんと言いたい。無理なめんなよって言って。ウィングなめんなよって言いたいけど、まあ最悪の状況だったらウィングから入れていくから多分。なあれありますよね。なんかますかね。まあウィングまあまあ端っこやし、まあまだ何やろ。舐められてるやん。
やられてる。フランカーぐらい入れるぞとか言いましたね。真ん中の方俺もいいと思う。真ん中の方がさ、こうミスしてもこうなんかこう周りがカバーやん、ウィングが抜かれたらもうほぼトライされるから、ね、そうですよ。で、こう、オーガナイズじゃない、うん、そっち入れてくれ、入れてましょうか。あの、人がウィングに、ダグビーかウィング、なんかあったらハーブウィングに入れる制度やめます。でも、初心者とかはちょっとまずウィングから入れたら。じゃあ次は、お二人のトライについて、結構二人ともトライされてますけど、知らんけど。いや、あ、俺、4つ。4つ。今年のトライやと思う。素晴らしいです。素晴らしい。僕2です。いや、やっぱいいチームやとウィングがトライする、僕の持論なんですよ。ああ。いやいや、わかる。わかるでしょ。トライね。だから、女子、トライランキング1位誰なの？いや、知らん。セミシか、セミシ。そのトライしました、今年。いや、セミシしてたよ。してたか。クエイドもしてましたね。クエイドもしてた。でも、多分セミシと女子やと思う。女子も結構してました。1位、2位が、その辺じゃ。次ぐらいです。いや、で、クエイド俺ぐらいじゃん。ライアンもしてなかった、結構。あ、ライアン。ライアン。ピックボーで抜けるとこ、もう意味がわからない。ライアンの上はそうね、してるでしょ、してるし。じゃあまだあかんな。だからあんな1位、2位ぐらいになってもらわないと困りますよ。だから女子がしっかりとないし。あ、そうっすね。まあ、でも、なんとそのね、関しては僕が、あ、そうやね。パスしてれば、6トライぐらいは多分。もうあと2、3本は上がっちゃうから。シーンがね。これまた映像出して。これがもう突っ込みたい映像。映像いきます？いっぱいあるんですけどね。松田の、いや、松田のね、一番最後のライアンがトライしたシーンあるんですよ。一番終了間際に。終了間際に。これね、めっちゃ左余ってるでしょ。今すごい余ってるでしょ。どれどれ。これ、これも見ててな。うん、これやすぎ。ああ。すぐ流されて、届かなかった。で、ライアンがフィジカルで出ちゃう。いや、これは今のあの2本持ってたら今のいいわけですけど、前半、僕リザーブデーのこの試合で、外から見てるとディフェンスがもう完全に詰めてきてるディフェンスなんです、松田が。それにちょっとはめられた。もうその印象が強すぎて、完全に僕のとこ来てるって放ったらめっちゃ遠くにいました。相手も最初パン出てるな。あ、そうそう、フェイントかけていて、それに繋がってまんまと引っかかってまんまと。でもね、それがラグビーですよ。あれ、なんとかさ、ね、ほんまに。これ、だから、早っって俺も。ディフェンスめっちゃ来た。ディフェンスが2人ぐらい流してくる。流してくるよ、俺。もう一個釜石戦。釜石戦。釜石戦。それはね、あれはもうね。釜石戦は、どんな釜石戦は、前半の最初のトライですね。前半の最初のトライです。センタースクラムから始まるんですけど。このグラウンドをやっぱ全部使い切ってますからね。マリナスがやろうとしてたかった。前に出たらここでこう来て、でここやな。ここ最後フィニッシュ問題の。2対1。これこれこれでしょ。恥ずかしいよ。120% パスでしょ。120% パスですね。でも声は聞こえてますね。余ってるの分かってるはずなんです。あえて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 そんなことないそんなことないですあえてわざとですか。でも、もう欲しかったからな。じゃあちょっとベストトライのやつで、うん、ベストトライ何でしょう。ベスト2人の思うベストトライ、あはだからやってくれたんでしょ。ちょっとさっきも見たら共通してたけど、ライナーズで投票したよ。投票した。で、俺とやつが入れたのも一緒やったけど、食器戦の後半、もう半ばかな。どっちですか、あの女子がトライしたやつですか。あ、女子がある。これもやつもうそれ以上。これね、これセンタースクラムからで、ね、いいゲイン、しっかりゲイン切って、切ってで、ミドル当てて、当てて。ワイドに振って、もう外に来らんもんな。ワイドないですもんね。
確かにこれいいトレでしたね。だからまあちゃんと自分らのこうセオリー、自分らのこう役割を15人がちゃんとした動きをすれば、こういった食器相手でも3フェーズでトライができるっていう、そういうラグビーをこうシステムをっていうのは作ってきたのを、まあ、できればこうやってトライができるっていうのは、外でしっかりトライ取るイメージ上のトライが取れるっていうのは、かなりチームとしてはいいトライだかなと思う。ウィングというかバックスとしては今年なんかどういうところが変わったとかあるんですか。これトライが多かったじゃないですか、今年結構トライ取れて、でこういうのが変わったから今年トライ取れるようになりましたみたいなのがあるんですか。まず1個変わったのはファーストフェーズの攻撃がすごい上がったんちゃうかなと。ファーストフェーズでブロックミスしてとか、確かにね、ファーストフェーズで、そんなに返されてるっていうのは少なかったんちゃうかな。確かに、ね、で特にセンタースクラムのアタックなんかは良かったな。良かったです。良かったと思った。あ、確かにセンタースクラムも良かったですね。絶対元気出ました、うん、絶対元気だし、うん、そこからのトライチャンスってかなり多かったんちゃうかなと思う。確かに、そう言われてみたら今思い返したら、まあ、でもセンタースクラムってディフェンスする方もディフェンスしにくいでしょ、やっぱり、うん、しにくい、難しいですもんね、一番。まあこれがね、中盤とかって圧倒的に来るよな、ディフェンス側は。ディフェンスからしたら、まあファーストフェーズはなんとか止めて、そこからのディフェンスを頑張ろうみたいな感じです。そうですね、裏もみたいな感じ、タイム余ってるし、あのコーラス面でファーストフェーズで安木から俺のボールもらうのをトライ取ったのも、あの左の試合ですね。あれも良かったですね。フェイドが抜けて、あれもセンタースクラムから、センタースクラムでしょ。フェイドが長いパスを入れるのがやっぱり強みですね、うん、ライナーズはやろうとしてる服装的なワイドタックで、ボール動かすところでのフェイドもその長いパスっていうのがやっぱり速くて長いっていうのはやっぱ日本人なかなかそのかなかできない、ボールの人もあれは無理いないと思うんで、だから最初の方はアウトサイドバックスとしてはちょっと気に入った部分もクエイドが練習参加しだして、ここやっぱ組んねやと思ったら、こうやっぱずっとオプションになっとかなあかんからみたいな、もう意識が変わるってことですね。意識が変わる、あ、基礎ってこうシーズン入ってからぐらいからコミットしだして、あのクエイドのこう癖とか、こういう時外まで飛ばしてくるとかっていうのも分かってきたら気抜けんし、気抜けんのことはやっぱりオプションになってるってことだから、もうすごいな最初の頃ね、もう全然春からの練習、合流してからの練習の時なんかもうどのタイミングで来るか分かってなかったから、パスも全然取られへんって、ウィングの人がさ、そうだったし、そうなんです、そうなんです、シーズン入ってね、そういうのも分かってきたらやっぱりああやっていい形で仕掛ける速さもすごかったから、ちょっとこうクエイドの右左に入るようなオプションとかでも、クエイドの方、クエイドがいつスタートするかを視野に入れとかないと、ボールの方見てパッと見たらクエイドも前の方にいるんで、遅れてます、お前どこ行ってんねんって怒られるんで、よくあったから、でもすごいな、そのスピード感というか世界レベルを体感させてもらって成長させてもらった。ちなみにライナーズのベストトライはあれです、フォワード陣のトライです、うん、あれでしたっけ、あの高島さんのトライ、プロップ3人のプロップ3人のあフェンスめっちゃくちゃ良かった。あまずそこがいいですよね、うん、フェーズを重ねてるっていうのがね、うん、重ねれてるっていう、まあ、ライナーズのミーティングでも出ますけど、やっぱりボールを継続してアタックできるできたらあのトライを取れるっていうんでね、これでも大輝さんめっちゃ開けたな、2人3人つなげるってそやな、いいですね、ブロック3人で、あまりブロップでね、こんなトライ あんまりなかったですね、最近ね、ライナーズではやっぱりフォワードのが頑張ってるからバックスができるんだよっていうのをちょっと言っときますね、うん、今なぁそやな、誰もいないんで、それはでもあれで、フォワードがいないんで、俺らも感謝してるよ、ほんまですか、ほんまですか、うん、お前ですか、全然さっきから目合わせてくれる、ありがとう、ありがとう、ありがとう、もっと頑
と頑張って。あと頼む。これから頼む。これからも。まあでもさっきのトライをまあフォワードのから言わせてもらうとやっぱり今年1年やってきたのが出たかなっていうのがあります。ミドル真ん中のところで3人で1対1を作っていくっていうのをまあ今年やってたんで、もうそれぞれがもう1対1になってるじゃないですか。やっぱりそこでやっぱりいいゲームが拾うっていうのがまあ目標にしてたんで、それはすごい、ね、出たんじゃないかなと思います。あのフォワードの頑張りで言うと、あのコーラ戦の前半シングル負けぐらいのトライ、スクラム、コーラ戦のスクラムからコーラ戦のスクラムをリバウンドでターンしてクエイドがトライしたりとか、あれ もう前半多分14対7とかの状況で、まあ、どっちに転ぶか分からないような状況で21対7にして前半を終えた。あれもフォワードからしたら、まあ、バックスからしたらありがとうだし、フォワード もめっちゃ気持ちよかったのは、トライしたらクエイドやけど、多分結構フォワードのところにみんな寄ってったんちゃうかな。ちょっと言いましょう、あれ相手ボールですよね。あれ相手ボール、あれ相手ボールで、僕らが課題としてマイボールの時にはプレッシャーかけてたけど、相手ボールの時にあんまりプレッシャーかけてないっていう課題があったんですよ、それがすごいなんか克服できたというか、みんな意識できてた、でなんかああいう結果になったなっていうところですね。ありがとうございました。これで田淵の部屋シーズン2終了になります。最後に近鉄ライナーズから注意事項があります。今世界的に、流行しております新型コロナウイルス、非常に危険ですので、皆さん手洗い、うがい、そして、食事、睡眠とって、コロナに負けずに、この危機を皆さんで乗り越えましょう。せーの、コロナに負ける。